レビとインターネットと電話のサービスを行っています。ケーブルテレビでは自主放送で地域の情報をお届けしています。一人一人がカメラを持って地域に出て取材から編集、出演までを行っています。私が長野で生まれ育って長野が大好きだったので、その魅力を地域の人と一緒に関わりながら発信できるっていうのが楽しそうだなって思いました。上田の人はすごく上田のことが好きで、こう誇りを持ってるような印象があって、住んでいる人に凛とした芯があるようなところがかっこいいなと思います。番組を作っている他の局さんとか見ると男性が多いんですけど、うちは結構女性の方が多いぐらい で、結婚とか出産をしても戻ってくる先輩が多くて、そういう女性の先輩たちもとても生き生きと活動しているので、私もとても目標にして仕事をしています。